さあ始まりました、サーモンランナンパ戦ドンブラコ、ノバブラスター、若葉シューター、スクラチャージャー、パラシェルター来ましたよ。私のメイン武器パラシェルター。もう最近は縄張りもガチも全然やらないでバイト専門になっちゃってるんですけどね。まあ仕方ない。今日もサケたちの餌にならないように頑張りましょう。あっちか。オッケー。あれ、空中にいるときって確か若干のダメージがいってたんですけどね。まあちょっとそのあたりは、お、やっちまった。まあいいや、よくはねえよ、登れねえ。早くてこれ。おっ、ちょっとこれは何としても生き残りたいところではあるんですけどね。あんまりバカやらないよ。おっと、反応できればよかったんだけど。おっ、こっち側には何もいねえな。肩パッドがうざいですね。どこにいるか。なんか一人やられてますけど。はっ、まあ暇があったら爆弾を入れていく。まあそれぐらいがちょうどいいでしょう。直撃だーね。ヘビは厄介だな。倒せるかな。爆弾に詰められてるからちょっとそっちも気になるところではあるんだけど。お、あ、爆発しない。くそ、厄介だね、そういうの。微妙に足りないから、OK。あ、怖え。これはもう生きるしかないな。OK。えい。おっと、ナイス出す暇なかったわ。OK、スクラッチャージャー行きましょう。おっと、浅瀬。しかも、夜っぽいな、これは。さあ何イベントだ、怖いぞ。運び屋。ジェットパックだからまあそんなに大変ってことではないかな。うん、みんな対応が早いわ。そろそろ来るか。チャージャーの出番か、これは。プレッサーの人がいるから任せちゃっていいかな。ちょっとコンテナの処理しましょうか。ただ納品数が微妙に足りない感じですね。ごめん、取っちゃった。足りるか。 あ足りますね。 OK。 じゃああとは取られないように増やす。あっと、危ねえ。ぼーっとしてた。よし、行くぞ。最後取られないようにってことでしょ。 OK。ナイス。運び屋イベントもたまにノルマが足りなくて失敗したりしますからね。コンテナを破壊するのは大事といったところでしょうか。若葉来た。まあ若葉は使いやすいし、ジェットパックも2つ残してるんで、まあ多分これはクリアしないと恥ずかしい感じですね。向こうか。OK。ただ大物の姿が見えないからモグラの可能性があるんだよね。おっ、ナイス。あとは下で頑張ってくれてはいるけどちょっと厳しい感じじゃない。食わせられなかったか。うん、ナイス。乗る。よっ、あ、なんか向こうで死んでる。
ほっ、適当に投げたけど入った。オッケー、ナイス。何狙えばいいかね、こういう場合は。肩パッドか、厳しいね。ナイス。なんか大量に落ちてますね、ここ。よいしょ。そう、納品数が足りないね。どうしよっか。お、肩パッドいない、向こうか。ちょっとあれを先に処理しよう。外した。納品数が足りないこれはちょっと厳しいのでは。誰も死んでねえんだけどな。欲しい。惜しいっていうよりは、あれはむしろ爆弾を処理して金いくらの回収に当てた方が良かったのか。ちょっとその辺は惜しい感じですね。まだ判断力が足りない。ただスペシャルはちょっとずつ使えるようになってきたんで、まあこの調子でやっていきましょう。でまだ1戦目だよね。頑張ろう。トマトケチャップ、ケチャップ派と一緒になれて私嬉しい。そして来ました、パラシェルター。まあ私パラシェルターでの塗りは得意なので、ちょっとは役に立つんじゃないでしょうか。2体か、早いな。爆弾と爆弾だこれはまずいね。雑魚処理するからちょっとチャージャーさんよろしく。ありがとう。ナイス。細かいのがうるさいね。向こうには誰もいないけど、まあ回収はした方がいいか。まずいあ、やべえなこれ。今のは雨降らし&タワーでとどめっていう感じでしたね。助けて。ありがとう。さてどうしようかね。これコウモリをまずやった方がいいような気もしなくもないけど、ヘリが倒しやすいから。うわー、ちょっと待て、これはまずいでしょ。なんだこれ、なんだこれなんだこのカオスは。ウェーブ1からちょっとこれはボムラッシュを使わざるを得ないんだが、お二人さんちょっと上がってきてもらえ、難しいかな。えい、ありがとう。多分ノーヒップが足りないんだこれは。やっちまったな。何が塗るのは得意だからちょっとは役に立つが、味方の一人も守れないで情けねえ。じゃあ次行きましょうか。さて同じ人一人と被りましたけど、どうなるかな。ん、そっちからだ。どうかな。まあ3人が回収しに行ってるから、まあ俺はそんなにって感じなんだけど。おっと、タワーか。あ、これはまずい。取られたか。
方の処理が早い。すごくナイスですね。俺狙いか。やっぱりタワーはあんまり活かしておくべきじゃないな。危ねえ。モグラも活かしておくと危ないからね。危ねえ。やべえ、ブンブン聞こえる。さて、あれは足りた、ノルマは足りた、あとはどうするかな。あー、爆弾いたのか。もうちょっと気づくのが早くやな。なんとかなってたんだけど。ちょっと前回があまりにも調子が良かったんで、あんまり今回がパッとしない感じですね。せっかく大好きなパラシェルターが来てくれたのに、うまく使いこなせてないんだもんな。そっちは来てない、あ、そっちか。オッケー、一応切り開こうか。ナイス。そうか、ファージしたばっかりだから。そう、あのパラシェルターは大好きなんですけど、ファージはあんまり使った覚えないんですよね。誰かさんがダメージを与えてくれたおかげで倒せたんだけど、ちょっとこれは厳しいな。な、お、対応が早いね。危ねえ。ちょ、怖いね。お、オッケー、オッケーか。よし、納品数がちょっと危ういから、うわー、ちょっとこれ厳しいな。どこでヘルプ出した。あー、向こうの2人もやられちゃったか。本当に今回振るわないですね。あー、でもなんかな、あの状態で着地の使いどころ一つあったけど、まあいいや、続けましょう。今日は深夜収録だからか、同じ人と2回連続で当たるっていうことがなかなか起こりますね。さて、何が来る？今見えたけど、運び屋か。運び屋ちょいは普通。さて、ナイス。外したな。まあコンテナ置かれなきゃそれはそれでいいか。うわ、いろんなとこに置かれてるもんな。だって来るか。俺は着地だからそんなにはそんなにはって感じなんだけど、お、いいね。雑魚が登ってきた。まああの高台はやっぱ注意ですね。銃を無視に来るからね。さて、どうだ、ノルマは一応足りる感じかな。まあ足りましたね。 OK、 じゃああとは死なない。おっ、はい、来るか。拠点防衛ですね。
ナイス。まあナイスは何回出してもいいよね。うざいかもしれないけど。これは道を作るチャージャーだから。なんか味方がやられてますね。やべえなこれ。ほっ、なあ外した。勢いが良すぎる。ちょっと一旦降りるかって。今わざと降りたわけじゃ、わざとじゃないんだけどね。間違って降りちゃったんだけどね。はっ、どうだ、片方は倒したか。なあやべ、ちょっと自陣が危ういよ。あー雨降らしめんどくせえ。はっ、逃げる。おお危ねえ。ちょっと厳しいぞこれ。納品数も足りねえし、着地で助けに行くべきなんだろうけどな。やべ、今のは保身に着地使ってもよかった。なんか不甲斐ない戦いが3戦連続っていうのはちょっとね、あまりよろしくない。今回はもう1戦やります。これで4戦目だったと思うので。バイト終わっちゃった。あれ3時までだっけかな、9時までだったと思ったんだけどな。なんだもう本当に今日は調子が悪いぞ。まあでもバイトが終わっちゃったのなら仕方がない。今回はここまでとさせていただきます。まあちょっと肌寒くなってきましたんでね、こちらの方も。だからイカちゃんも夏仕様なんだけど、もうちょっと厚着させたいなとは思ってます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。